アデミル選手、先ほどの中村戦でほとんどの負担の突き。アデミル選手もしかしタフですよ、はい、そして後ろに下がりながらもただ下がるだけではないですね。今のパンチあれは効きますよ。レフリー選手あれ危険です。あんまり戦うことできませんね。ボディー攻撃ですか、はい。